いつもやられてるから。てみろ。いや、9人やって、俺バトルとかしてないって。なんで俺コラボオンなっとった？あ、なっとったよ。嘘、忘れてた。普通に喋ってただけやったのに。あ、そうなの？なあ、受けたろえ、うん、ありがとうね。まあ、なんかトーク力で、あの、なんだっけ、日本一やったっけ、トーク力日本一。それ折れちゃうの？うん、じゃあ、土屋さん。そこに勝っとったやんな、トーク力。俺聞いとったけど。あ、ありがとう、ありがとう。ほんま、もう大阪市民、マジありがとう。いや、勝っとったけど、でも俺にトーク力勝ったことはない。視聴者9人が言うてるわ。118人だ、こっちは。1位取ったことないやつ、黙っとけ。大切なのは、過去じゃない。今だ。いくぞ。今ランキングに乗ってるから調子乗んな。は？お前。何や。今何や。50や。待て、半分以下で何偉そうにしてんねん。何笑うてんねん。今じゃ大阪市民。最高。入れてんのか。そういえばプリン将軍にマウント取っとったな。最高順位ないや、言ってみ。な。忘れたな。やっぱり世の中、忘れてもいいことと忘れたらいけないこと分ける必要があるんだよな。うん。忘れたあかんやろ。今までみんな応援してくれてたんちゃうんかい。あ、じゃあ今までその、唯一忘れなかったこと一つだけ言っていい？あの、千の風になってて、ね、うん、お前とカラオケでバトルして、あの、俺の方が点数低かったからお前に1万円取られました。忘れません。次は10万ガキや。やかましいわ、お前。ふざけるな。混沌からも1万円もらって、けど大阪市民の剣屋のいいところ、TikTok シャトル俺に1回投げてくれました。ありがとうございます。ちょっと待って。いやつか、お前。初見で何回勝たしてんねん。初見で何回勝たしてんねん。初見しか投げへんぞ。いいやつっていうね、どっちか分かんない。そう、バラと草でも勝たしたぞ。そうや、大阪市民ってさ、もう明らかにさ、もうあの福岡の刑事、あの福岡の政治式あったら絶対暴れる側の人間やんか。どう考えても、いや違う、なんで、なんで暴れ側やんか。あの、人を見た目で決めるのはよくない。うん、だからほんまにめっちゃ顔はいかつくてエグザイル系なんだけど、すごく心が優しくていいやつやなって思ってね。うん、いや、だ、俺は尊敬してる。いや、優しさにじみ出てるって、俺。薄やん。いかつさの塊やろ。いや、優しさにしかない。みんなタップ、こんなやつに負けるな。俺、ゆで卵やんか。なんで？大阪市民は、あの、食物で例えると何になるの？バラムマ。なんで食物やねん。例えがおかしいわ。俺は、ケイヤンのことごぼうだと思ってるね。俺はゆで卵。待て、ゆで卵？どこが？俺、どう見てもゆで卵でしょ。イガグリかゆで卵ってずっと言われてんだぜ。ちょっと待って、それ想像するの難しいな。うん、それ色やろ。確かに俺が焼けてるからやろ。うん、まあケンヤはそうやな。うん、あの日焼けサロン行ってんのケンヤって？結構。いや違う、普通に俺外出る率が高いから日焼ける。イケメンやん。もともと野球部とかやってたの？やってない。天然の日焼け。エロキングベレ。ありがとう、バラ、ありがとう。ちょ、強いぞ。いや、あと俺、海とか好きやから。あ、サーフィンとかもなんか。で、あと、仕事が溶接やから、うん、溶接やから、年中日焼けする、はいはいはい。あ、溶接してたら日焼けするんや。日焼けする。紫外線やから。うん、そういうことか。エロキング、ベッ。行くぞ、勝つぞ。いや、負けるわけじゃない。勝つぞ、くんぞ、最後くんぞ、プロソロ。てか、なんでこの時間までやってるの、配信。どんだけ暇ない。暇じゃねえよ、おめえ。それで言うのは、お前、視聴者9人なのになんで配信やったん？俺、今つけたばっかりや。暇つぶしで喋ろうと思ってただけでコラボ送ってこられたんや。いいの、バランマ。いやいや、コラボ申請できる状態にしてる君が悪いんだ、それは。いや、忘れとったんや。知らんかったわ、自分でも。ベレ。ユーコ、やめてかけないで。ちなみに今、視聴者何人か言え。アナゴ、やめてかけないで。130人、さっきより増えている。ヒロ、ガンギバリ、センキュー。ちょっと待って、視聴者勝ってんのになんでギフトバトル負けてんの君だ。オッケーか。ゆうこ、にゃん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 。プロソロ、よく言ってる言葉があるんちゃうんか。なんや。視聴者の人数じゃないって言ってんの誰や。質とか言って、よくマウント取ってるよな、みんなに。いや、じゃ俺じゃないよ。向こうが取ってんだよ。俺いつも人数多いけど、ほとんど誰も投げないから。ヒロ、ゴー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 、ガンギバリ。ほとんど、向こうや。悲しいこと言うなよ。俺はいつも負けんだよ、視聴者多いんだけど。M値、久しぶり。頼む。大阪市民は過去に週間で1位取った人間や。けど今はランク外や。いや、でも1位だけじゃないで。4位も5位もあるよ。20位以内はあったよ。グッバイ、君の運命の人は、やっぱり100キロ、センキュー。うんま。
行くぞ。これはいいぞ。何言ってるか全然わからんわ。ベレ。ありがとう、エロキング。バレーも何言ってるかようわからんわ。行くぞ。普通にバレ。ベレ。ありがとう。うるせえ、うるせえ。この戦いで勝ったやつが神だ。行くぞ。頼む、100キロ。100キロしか頼るやつがいない。100キロしかいない。100キロ、100キロ。うわぁ、うぅ、ありがとう、ベレ、ありがとう。おい、最後来てるやん。エッグ、え、ちょっと待って、初めましての人なんだけど、エッグ、エッグ、え、どなた？え、自由の女神さん？自由の女神さん、やば！は？自由の女神！プロソロに負ける？初見さん、ありがとう！初見です、いらっしゃい！はい、感謝申し上げろ。ごめん、ね、ありがとう、マジで。あれ？ 3 桁が4桁に命令してると、実力主義の社会で、そんなせかしちゃダメよ。ゆっくりゆっくりやっていこう。実力じゃない。実力じゃない。リスナーの力。確かに。それはそうだわ。うん、いいこと言った。感謝します。その通りだわ。感謝しない。いや、いや、はい、ありがとう、はい。はい、じゃあ感謝しますね。はい。自由の女神さん、初見で俺に最後ゲーミングチェアくれてありがとうございます。それがなかったら 100% 負けてたんで、マジで助かりました。本当にありがとう。まあ、100キロもありがとうな。そして、ゆうこも助かりました。そして、ヒロもアナガもみんなまとめて、愛してるぜ。どうぞ。じゃあ感謝申し上げます。 M ちゃんありがとう、エロキングもありがとう、なあちゃんありがとう。 OK、 うん、じゃあまあ今日はこれぐらいで勘弁してやろうか。まあ別に俺勝ち逃げしていいんだったらこれで終わっていいけど、まあ、だから何時まで配信したの、うん、俺の体力が尽きるまでだ。マジで？え、相当暇やな。でもいや暇、土日月はもうね授業休みにしてんのよ。 TikTok で稼げるからね。稼げるかだってあんま言わん方がいいか。ああもう本性出てきたぞ。ってことで稼げるから普通に言ってるやん。ねえ、ねえ、ありがとう自由の女神さん。そんだけ稼げるなら言ってみ。1週間最高なんぼ稼いだんや。お前絶対俺より稼いでるからマウント取るやろ。1週間最高、あ、じゃあ1日の最高にさせて。覚えてないから、1日の最高40万、うん、最近、はい、1日の最高310万。な、稼げるから、ね、普通に稼げるとか言ってるから。何お前310万ちょっと異次元すぎるから。1ヶ月何倍言ってみ。1ヶ月はね150万ぐらいかな。いや1ヶ月1700万。ペッ。やば。何やば。いやでもダイヤ数じゃないで。ダイヤ数はダイヤ数は3300万やったかな。だから手元に来るのが1700。いやそれそうですよ。ダイヤ数を200で割って、ドル円をかければいいからね。為替のレートとかでいろいろ変わるから。1700ダイヤやったら、ドルで言えば、うん、何倍やったかな、ドルで言えば10万ですよ。その時130円ぐらいかな、13万ぐらいやったかな。だから、うんうん、そうそうそう。だから、約、うん、まあ、2000万近いぐらいかな。まあ、確かに。静かになんな、急に。いや、まあ、すごい。俺はね、ケンヤのこと尊敬してる。マジでいいやつ。尊敬は、ほんまに。されることじゃない。ほんまにいいやつっていうのはマジで分かってるんで、ぜひね、ケンヤのリスナーの皆さん、そして俺のリスナーの皆さん、ケンヤを、もう一回1位にさせてあげてください。いやもう週間終わるから。まあね、週間はもう終わる。日刊ランキングで今度会おうな。いや次はこっちで会おう。普通に飲もうな。ありがとう。マイク持って10万持ってバトルや。LINE Pay で払ったら。